ルーク。手紙。それは私。先生。レイトン。最近。ちゃんと。あん。化身、何か。それ、わかります。これくらい楽勝です。さてこれでどうかな。当然さ、英国紳士としてはね。これでいけるかな。これくらい楽勝です。なんという。先生、博士は。まだ、それより。列車の木で、行き。岸から。すいません。何を。はじめまして、グレッセ。助手の。何。いや、助手です。マーソン。はい、ルーク。はい。警部。そ、つまりとなる。それジェル。それでなんだ。わかり、この辺。何、お気づきにな。たか、とにかく。クロノサ。おそらくは。え、どうしよう。そういう。どうかね。確かに、しかし。なんだ。それに。この部屋をよ。これでいけるかな。解けましたよ、先生。せっ、こっちのま。ここからに。その通り。嘘だ。し。これは。こら、な、とにかく。ええー。
でしょう。解けましたよ、先生。さて、これでどうかな。当然さ、英国紳士としてはね。これでいけるかな。これくらい楽勝です。そうです、アッポロ。はい、アナ。私、この手。これでいけるかな。解けましたよ、先生。
ルク、私の考えはこうだ。当然さ、英国紳士としてはね。ルーク、私の考えはこうだ。私に解けない謎はない。これでいけるかな。英国少年としても当然です。これでいけるかな。解けましたよ、先生。謎解きに移ろう。当然さ、英国紳士としてはね。
さあ、謎解きに移ろう。私に解けない謎はない。ルーク、私の考えはこうだ。当然さ、英国紳士としてはね。謎解きに移ろう。当然さ、英国紳士としてはね。ルーク、私の考えはこうだ。当然さ、英国紳士としてはね。僕に任せてください。
英国少年としても当然です。さて、これでどうかな？ルーク、これが答えさ。僕に任せてください。英国少年としても当然です。ルーク、私の考えはこうだ。私に解けない謎はない。さて、これでどうかな？私に解けない謎はない。
謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。さあ、どうでしょう。解けましたよ、先生。これでいけるかな。英国少年としても当然です。これでいけるかな。英国少年としても当然です。これでいけるかな。これくらい楽勝です。ルーク、私の考えはこうだ。当然さ、英国紳士としてはね。ルーク、私の考えはこうだ。手ごわいな。さあ、謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。ルーク、私の考えはこうだ。ルーク、これが答えさ。ルーク、私の考えはこうだ。私に解けない謎はない。あれは？ん？どうや？なんか…確かに。
さて、これでどうかな。当然さ、英国紳士としてはね。さて、これでどうかな。私に解けない謎はない。これでいけるかな。解けましたよ、先生。さて、これでどうかな。ルーク、これが答えさ。レイトンとルークは。僕に任せてください。解けましたよ、先生。
僕に任せてください。解けましたよ先生。謎解きに移ろう。当然さ、英国紳士としてはね。これでいけるかな。英国少年としても当然です。これでいけるかな。英国少年としても当然です。僕に任せてください。これくらい楽勝です。これでいけるかな。これくらい楽勝です。
さあどうでしょう。英国少年としても当然です。ルーク、私の考えはこうだ。私に解けない謎はない。これでいけるかな。英国少年としても当然です。ルーク、私の考えはこうだ。ルーク、これが答えさ。さあ、謎解きに移ろう。当然さ。英国紳士としてはね。ルーク、私の考えはこうだ。ルーク、これが答えさ。ルーク、私の考えはこうだ。当然さ、英国紳士としてはね。さあ、謎解きに移ろう。私に解けない謎はない。謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。Thank you.
に任せてください。解けましたよ先生。謎解きに移ろう。当然さ、英国紳士としてはね。謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。Thank you.
これでいけるかな。これくらい楽勝です。うるさい。待ってください。我々なんだと。いいです、手がかりは。一体悪、すなわちだから。これを見てく。それはそうです、ここにこれが、あ、そう、ルーク、チェルミ、悪魔のヤギ。ええ、この、しかしや、もうこの紋章、あなたはい。やっぱりよ。
ルーク、私の考えはこうだ。私に解けない謎はない。さあ、謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。さあ、謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。さて、これでどうかな。ルーク、これが答えさ。さあ、謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。これでいけるかな。解けましたよ、先生。僕に任せてください。これくらい楽勝です。さあ、謎解きに移ろう。当然さ、英国紳士としてはね。さあ、どうでしょう。解けましたよ、先生。英国少年としても当然です。さあ、謎解きに移ろう。私に解けない謎はない。ルーク、私の考えはこうだ。ルーク、これが答えさ。さて、これでどうかな。ルーク、これが答えさ。
さて、これでどうかな。ルーク、これが答えさ。さあ、謎解きに移ろう。当然さ、英国紳士としてはね。ルーク、私の考えはこうだ。当然さ、英国紳士としてはね。さあ、どうでしょう。英国少年としても当然です。さあ、謎解きに移ろう。私に解けない謎はない。どうでしょう。これくらい楽勝です。さて、
これでどうかな。当然さ、英国紳士としてはね。謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。僕に任せてください。これくらい楽勝です。さて、これでどうかな。私に解けない謎はない。さて、これでどうかな。ルーク、これが答えさ。
らっしゃい。突然少し、うん、中。英国少年としても当然です。気がついた。どう？やっぱり今君たち。さてこれでどうかな。ルーク、これが答えさ。さて、これでどうかな。ルーク、これが答えさ。これでいけるかな。これくらい楽勝です。さて、これでどうかな。私に解けない謎はない。急いでください。君はいさて、これでどうかな。私に解けない謎はない。50年。
なぜこの…この町はな…そんなに…ごめんなさい。私以外…そうだ。違う。何？その時のそ…な…ごめんなさい。まさか…そう、そ、おじ…なんと…ソフィ…おじ…ソフィ…すべてを…悪魔の…いや、その原…そ、つまり…いや…え？この箱の…でも…じ、は、どうだ？あなたがですか？さあ、どうでしょう？これくらい楽勝です。開きま、これは、え、これ手紙、アンソ、アンソ、私は、あ、本でも、か、か、いえ、結局、さえ、おじいちゃん、そうか、ソフィアの、そうか、そうか。会えてよかった、本当によかった。おじいちゃん、私も会いたかった。私はもう長いこと人を愛する気持ちを忘れていた。人を憎むことでソフィアへの愛を貫いていたつもりになっていた。やっと思い出せたよ、お前のおかげでな。ソフィア、見ているか、お前のところに行く前にもう少しだけ幸せな時間を過ごしたくなった。私は長いことお前を待った。今度は私の方がお前を待たせてしまいそうだが、許してくれるな、なあ、ソフィア。うん、おばあちゃんも一緒だよ。